ベルヘリコプターはアメリカ合衆国のヘリコプターとティルトローター機の製造会社であるテキサス州フォートワースに本社を構えるテキストロン部門はベルの軍用ヘリコプターとティルトローター機の製造をテキサス州余り色で担当する民間機はカナダのケベック州のミラベルで生産する会社は1935年7月10日ベルエアクラフトコーポレーションとして ニューヨーク州バッファローにてローレンスベルによって設立された戦闘機の設計と生産に主眼を置いていた。最初の戦闘機は総発の対爆撃機用の XFM-1 エリクダと P-39 エアラコブラだった。P-59 エアラコメットはアメリカ発のジェット戦闘機で P-63 キングコブラは P-39 の後継機でどちらもベルが生産した。1941年、ベルはヘリコプターに参入した。新しい航空機の開発に希望を託した。航空機メーカーとしては後発であるベル社は他社が手掛けない機体を手掛けた。この時期生産された機体にはベルエアクラフトが独自に開発した有名なベル X-1 も含まれる。 ベル30はベル社初のフルサイズのヘリコプターで、最初の民間ヘリコプターであるベル47になり、民間、軍用両方で、世界的に使用され、商業的に大成功を収めた。1960年、テキストロン社によって、ベルエアロスペース社は買収された。ベルエアロスペースは、ベルエアクラフト社の3部門で構成された。その中には、 ヘリコプター部門も含まれ唯一の航空機、生産部門だった。ヘリコプター部門は、ベルヘリコプター社と名前を変え、数年後 UH-1 ロコイスで成功を収める。ベトナム戦争に大量に投入され、世界各国で使用され、日本では富士中工業によりライセンス生産もされた。テキストロン最大の部門を創出した。1976年、テキストロンは名前を、 ベルヘリコプターテキストロンに変えたベル206バイトジェットレンジャー3車用のベル212と412ヘ平ベ空港にてありがとうございます。